大口城は、鹿児島県伊佐市大口里麻城の馬場にあった、島津市の外城である。別名、牛山城、または、無田口城。古典的な山城形式だった。江戸時代の間に取り壊されてしまい、2016年11月時点では、空堀や土塁が多少を見受けられるのみとなっている。大口の地は、もともと日向国、都の城、肥後国、人吉、肥後国、 水俣、薩摩国、泉、大隅国、横川など、交通の要衝や日向寺、日頃などの主要道路に近く、付近の各村も地政学的に有利な土地が多かったので、重要な薩摩、大隅、日向の三国間の交通の要衝であった。大口城は、1158年、方言の乱で勝者となったことによって、平信元が、薩摩国牛ク院と下道院を与えられ、 その四男である平岩公が築城したという。ただし、この平岩公を渦政元公とする書き方もあり、牛クソ院には牛クソイン、粘り院ンなど読み方に多数の説がある。この城の城主はもともと島津家家臣だったが、室町時代には近隣の相良氏や賀茂氏と協力して島津氏に抵抗した菱し氏によって奪われる。 その後、永6年間になると、島津市は、薩摩半島の全域を掌握するために、菱し氏と激しく争うようになり、1569年には、とうとう菱し氏が、島津市に敗れた。大口城はそれ以降、島津市の外城となった。ありがとうございます。